こんにちは、板垣です。今日はツルナイトの LED ヘッドランプ TH30 の、続きの動画ということで、夜の公園に行ってちょっと、照射テストをしてきましたので、その模様を見ながら解説していきたいと思います。はい、まず2メートル先に対象物があるというような状況で撮っています。まずローだと、周辺は照らせるんですけども、木も暗いし奥も見えないですね。ミディアムローになると木はもう完全に照らせて、分かるようになってます。奥の方も明かりが届くようになってきました。ミディアムになるともうかなり明るいですね。奥のなんというか雑木林部分にも光が行くようになっています。そしてハイになると相当な明るさですね。手前から奥まで完全に照らすことができています。公園全体にも光が回っているような状態です。さらにターボになるともう完全に手前の木は白く飛んでしまいますね。肉眼で見てもこういう感じです。次は10メートルぐらい離れて撮ってますね。ローだとかなりもう手前にこう手を差し伸べてやっと照らせるぐらいの光量です。ミディアムローになると10メートル先の木にも光が当たってきます。ただこれでもやはり実用的ではないかもしれないですね。はい、ミディアムになるとだいぶ先まで雑木林の方まで照らせるようになってます。そしてハイですね。これもね、画角の問題でちょっと、分かりづらいんですが、かなり、広範囲を明るく照らしています。ターボになるとこの10メートルの距離でも、木に直射すると白飛びするぐらい明るくなってます。で、次ターボだけなんですが、30メートルぐらい離れてみました。さすがに白飛びはしませんけども、この明るさですね。もうただ下の草についてはもうかなり白く、飛んでしまうぐらい明るく照らしています。かなり目立つ光というぐらい明るいです。次はちょっと俯瞰気味、上から照らしている感じですね。まずハイでももうかなりの明るさです。半径、そうですね、10メーター、20メーターは照らしています。そしてターボになるともうこの芝生全体をもう、白く飛ばすぐらい明るい光になってます。例えるならこれでね、野球ぐらいできてしまうんじゃないかというぐらい明るいです。次に第三者視点というか、物を探している私を撮っているような形です。ローだとかなり照射範囲は狭いですね。ミディアムローで明るくなったんですが、物探しだったらこれぐらいでも実用的かもしれないですね。ミディアムだって相当明るいです。ミディアムぐらいがやっぱり明るめの懐中電灯といったぐらいの光量になりますね。ハイになるとですね、もう木に反射して私の姿が浮かび上がるぐらい明るくなっています。照らしたとこはね、もう白飛びしてしまうぐらい明るいです。そしてターボですね。こういったなんか探すぐらいの用途だとちょっと使いづらい光量かもしれないです。人にね、光が行くとかなり目がくらんでしまうような強烈な光です。こうやって上から照らしてあげると、なんか物探しとかは楽になるかもしれないです。という感じで夜の公園で照らしてきましたが、実用的なのはやっぱりミディアムぐらいかなという感じです。こういうね、夜の、街をちょっと散歩するのに、用心のためにつけるとか、そういう用途でもミディアムぐらいがいいかなと思いました。あとはね、用途によって光量を変えていけばいいと思います。で、ここまで紹介していなかったモードで、ファイアフライがあるんですけども、これのね、有効な使い方がありました。このね、
カメラの情報画面部分を照らすのに非常に有効でした。これカメラ自体から照らすこともできるんですけども、結構時間が短かったりして確認できないことがあるので、このファイヤーフライで照らすのはいいなと思いました。あとバッテリーの残量表示について紹介していなかったので、ここで見ていきます。普通はね、こういう青い、点灯状態ですけども、これが使い続けて 20% 切ると、はい、このように赤くなります。赤い常時点灯が 20% 以下ですね。そこからさらに続いて使っていって 10% を切ると、はい、点滅しだしました。このサイドスイッチが赤で点滅しだして、さらに、点灯しているランプ自体もまばたきというかね、パチパチと、はい、こんな感じで、ブリンクすることによってバッテリーがもうないよってことを知らせるようになってます。でさらに点灯させ続けて、まあ、10% 以下ですね。これ今ハイモードで撮ってますけども、だいたい10分ぐらいかかりましたかね。はい、こんな感じでストンと電源が落ちるようになってます。で充電方法ですね、こちらは簡単ですね。 USB の蓋開けて、付属のケーブルを挿すだけです。そうすると、充電状態で赤い常時点灯になってますね。でこれが満充電になると、あの点灯時のような青い常時点灯になります。これで、充電することができます。はい、ということで、スルーナイトの TH30、まあ、動画2本にわたって紹介してきましたけども、まあ私の使い方でいうとやっぱり登山ですかね。登山に、これを持っていくかどうかってことになると、持っていくのはありだと思います。でまあ能力としてはね、非常に必要十分というかですね、まあああいうハイとかね、ターボモードを使う場面っていうのはなかなか出てこないかなとは思うんですけども、まあ普通にねミディアムとかで使うには山でもいいと思います。ただやっぱネックは重さですかね。でこれがね、さっき、まあ、自分で測りで測ったところ、このストラップ込みで 190g でしたね。で私これ今ずっと使ってるブラックダイヤモンドの、まあ、普通の山用のやつですね。炭酸電池3本で動くやつで、これ電池込みで 90g ぐらいだったんですね。ってことは大体倍ぐらい差があるので、こっちとこっちで、まあ、頭につけた感じ、重さはそこまで感じないので、そういった重さの部分はいいんですけども、まあ長期の登山とかでね、やっぱり 100g 単位で、重さを減らしたいって時はちょっとこれが、後方から外れることはあるかもしれないです。まあ、私のねそこまで、ハードではない、用途であれば、まあ、例えば朝ね、冬の朝すごい早く着いて、5時から登りたいけども暗いというような状況で使う分には、そこまでネックになる重さではないのかなと、思います。なので、登山に持っていくのはありかなと思います。あとね、アドバンテージの部分で言うと、やっぱりこっちはね、あの18650電池、1本で動くようになってます。で、まあね、紹介した通り USB で充電することができます。こうで登山用でも、まあ、USB、ね、給電できるもの出ていると思うんですけども、まあ、例えばこっちと比較するならば、こっちは炭酸電池3本で動きます。ただ登山しない時とかって、この電池入れっぱなしにしておくとなくなっちゃうんで、まあ3本外して、一緒に袋の中入れてたりするんですけども、それがね1本で済むのであったり、あとはまあ例えば本当にミスですよ、ミスですけども、向こうに行ってつかなかった、電池入ってなかったっていう場合でも、今 GPS とかね、そういう、まあ、カメラとかそういう用途でモバイルバッテリーを持っていくことは増えているので、そこでちょっとでも充電できるっていうのは、まあ、アドバンテージにはなるかなと思います。はい、まあ登山の話だとそんな感じですけども、まあねキャンプ用途で使うとか、あと例えば災害時のね備えとして使うという分には非常に優秀な性能を備えていると思います。あと今回もテストは省きましたけども、まあ防水ですね、IPX8、お水にドボンしても大丈夫です。あとまあ衝撃もね、耐衝撃 1.5 メートルありますんで、まあスルーナイトのね、LED ランプ基本的にほとんどラインナップそうですけども、超頑丈にできているので非常に長く使うことができるんじゃないでしょうか。で1本目のね動画で紹介した通り、まあ見た目もねかっこいいです。チェッカー仕上げね、チェッカー仕上げが入ってかっこいい。そしてこうやって取り外してね使うこともできるんで、まあいろんな場所で活躍してくれるんじゃないかと思います。というわけで今回は2本目でした。スルーナイトの TH30 を紹介しました。それではまた。